日本の皆さんこんにちはアメリカの皆さんこんばんはそしてヨーロッパの皆さんおはようございます人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのまダもほうです。ポートフォリオワーカーというのは複数の収入を持つ心と時間が自由な生き方これを私は25歳で介護貧乏になった時から実践しています。で今日のお話は健康についてお話をしたいと思います。 実はですね今朝目が覚めると日本の友達からのメールでこの、まあ、神戸のインターナショナルスクールでのクラスメートっていうのは本当にこの特殊な人間関係っていうかみんなの時にこの将来はアメリカ留学するっていうこの同じ方向を向いていた同じベクトルを持っていた人間が一緒になってたのでやっぱりすごくこの密度が 深いい密度の濃い人間関係なんですね。で、そういう私たちがもう卒業後ずっと何十年も経ってもやっぱり連絡を取り合ってお互いのことをあの、まあ、心にかけているわけなんですがそのクラスメートで早死に第1号が出てしまってすごくショックを受けているんですけれども、まあ、これをあのチャンスきっかけとしてちょっと健康を 寿命についいてて考えていますでその健康寿命ということで、まあ、私はあの思ってるんですけれどもやっぱりこの人生100年時代っていうのは特にこれから人生の後半に差し掛かりますから何が大事かっていうと1に健康2に愛情。 で3にお金という順番だと思うんですね。これがあの皆さんのように若い方とか働き盛りの方はやはり1にお金。 が来ると思うんですねやっぱり20代の方はこれから自分の人生をどのように作るかキャリアをどうしていくかでまたお金がないと結婚できないっていう気持ちの方もいらっしゃるのでそういう幸せな結婚をするためにもまず自分の稼ぐ力が必要とかあと結婚しても子どもがいる方はこれから子どものための教育費とかお金がいるっていうことを考えますよね。でところが この私たちの年代これから人生の後半に差し掛かってまあとりあえずうちは子供はいませんけれども大体もう子供が大学に行き出すと、まあ、自分でアルバイトして稼いでもらうこの親としての義務は大体果たしたみたいなことになりますから本当に子供の手が離れるとこれから自分自身 親としての自分ではなくて一個人としての自分の将来未来を考えなければいけなくなってくるんですね。で特に私も今年2023年は父親が亡くなりました。父は後期高齢者87歳で、まあ、はっきり言ってピンピンコロリの死に方だったわけですね。別にボケるわけでもなしまたあの長年 何か持病を持って慢性疾患で苦しむとかなんか腎臓あの人工透析で子供に迷惑をかけるとかそういうことが一切なく本当にピンピンコロリーだったんですけれどもあの父の死に方を見てやっぱり人生100年時代っていうのは自分自身の健康管理そしてそのまあ万が一病気になったとしてもその生活費 治療代、病院代っていうものを自分で払えるぐらいな子どものお金に頼らなくてもいいようなそういうことが必要だとつくづく感じています。特にうちの場合は子どものいない夫婦なのでどうやってお互いの生活を支えるか特にその片方が死んだ場合もう片方がどのように生活をするかということでやっぱり不労収入が必要になってくるんですね。このためには皆さん 今の皆さんの年代から副業としての起業、そして投資、投資っていうのは不労、まあ、収入を得るための投資を今から種をまいておかないと、はい、今65歳になりました、天然退職です、仕事辞めました、では明日からこの不労収入ってことは絶対ないんですね。それとか非常に危険なのは、サラリーマンが、 定年退職しました。はい、これで企業の年金でラーメン屋の対象しますあの。カフェベーカリー、パインを焼きます。明日から行列ができる店にはならない。大体いい3年とか5年で9割から95%は潰れます。ですから非常に危険なんですよね。サラリーマンでずっとやってきた人が、その定年退職のお金を元手に。 投資を始めるとかその起業する店を持つっていうのは全くのド素人ですから基礎がないで、もう目も当てられない状態になるんですねですから皆さん私のように私は25歳で介護貧乏になってまあ本当に今振り返るとレストライン経営とかいろんな失敗やってきましたけれどもそれがあるから今があるということなんですね、まあ、そういった意味であの私 父が死んでちょうど49日2023年6月13日から始めたのが。 ウェルビーンングチャレンジそれも自分ではこれがとのウェルビーイングだと思ってリアルウェルビーイングなんて名前つけてるんですけれども、まあ、これはあくまでも自己判断自己責任で自分自身を実験台モルモットとして使ったメソッドなんですねで。別に私はこれを皆さんに売りつけるとか教えるつもりも一切ないです。やっぱり自己責任ですから自己責任の取れない方になんか余計なお世話で教えてなんか後で 恨まれたら困るのであくまでも私の自己体験ということでご報告したいんですがこの6ヶ月経った今すごい効果が自分自身に出ていますもちろん結果には個人差がありますしまた体質も個人差がありますので私自身は自己責任でこれからも続けていきますただまあ記録として こういったことをやってたんだということを皆さんにもお伝えしたいで多分今から20年後30年後とか皆さんが病気になって寝たきりになるとか皆さんが死ぬ時に「あああの時マダムが言ってたな」みたいに思い出していただけると私は非常に嬉しいです。ということでこのリアルウェルビーイングというのは、まあ、食事療法運動療法それからメンタルという、まあ、この3つを、まあ、3本柱で作った私の 勝手なメソッドなんですねでまず私身長163センチなんですがこの一番の肝は食事療法なんですよで、このさっきも何度も言います体質の違いがあります私の体質は炭水化物が毒になるんですね炭水化物を食べると体中の炎症を起こすですからまあ体質っていうことで多分私の体質は体中の炎症が起きて自己免疫 自己免疫が下がってで多分そのリュウマチとかああいうものになってそれからその炎症が原因でがんになる体質じゃないかとこう自分で勝手にあの夢物語で思ってるわけなんですね。ですから私は炎症を抑えなきゃいけないでその原因が炭水化物だということで。 2023年6月13日から炭水化物ゼロの食事療法をやっています。ただ、最近はあの調子が良かったので、この9月ですね、6月から始めてちょうど4ヶ月でもう絶好調だったので、つい調子に乗って炭水化物をまた食べ出したんですね。ただ量は減ってますよ例えば1日に ビスケットとかあのお茶の時間にビスケットとか週に週末だけはそのフランス人の作る焼きたてのクロワッサンとコーヒーとかねだけれども食べてたんですよほんの少しあとあのボン・ママンのフランスのおいしいチョコレートラバケーキとかそういうの大体 <laughs> お茶の時間になんか食べてたんですね毎日そうするとせっかく6ヶ月かけて体からの炎症をなくしたのにわずか まあ60日で炎症が戻ってまあ大変なことになったそれでまた心を改めてもう炭水化物ゼロにしたらたった3日でもう炎症なしの体に戻ったということなんですねで特にこのちょうど丸6ヶ月がたった11月8日、まあ、13日なんですけれども体重が常に45キロになりました45キロってすごいですよもう100ポンド切ったんですよね で普通特にあの菜食主義者ビーガンの方がこれだけ痩せるともうシュワクチャになるんですね、まあ、これも私の個人的な間違った考えなんですけど私の体は菜食主義は合わないんですよやっぱり肉とかを取らないと野菜果物だけだともうシュワクチャばあさんになっちゃうんですけれども45キロになってもそれほど ああいいううーガンの人の人ようなななにはならないそれからあとヴィーガンの人が痩せると冷え症なんですね握手したら分かりますもう手が氷のように冷たい人たちは大体みんなヴィーガンって言ってますね私は肉を食べないもうヴィーガンだけとかって言ってるんだけどこの冷え症おかしくないとかって思うんですけどまあ私の場合は体が温かいんですねポカポカそれから体中の炎症がなくなってあと脳の炎症 これが結構大事なんですよ。誰も脳の炎症っていうことを言わないんですけど。まあ最近アメリカでは結構脳の炎症脳の炎症とかって言ってまあ、そのサプリも出たみたいでまあ、そういったことも撮ってるんですけど、脳の炎症がなくなると何かって言うとブレインフォグ脳に霧がかかったような。モヤモヤがなくなって、頭がすっきりシャープになります。この集中力が出る記憶力がすごい。 で頭が冴えて判断が正しいという、まあ、こういういいことだらけだったんですね。ですから私のメインはリアルウェルビーイングの今までの医療健康に関する常識をことごとく覆すこのやり方を自分なりに分かったわけです。でそれを自分を実験台にして使ったら食事療法だけでこれだけ変わった。でこれは皆さん有名なギリシャの まあ、医学の父と呼ばれるヒポクラテスが言いましたね。ヒポクラテスが医食同源ということを言ったんですよ。すなわち、食事で治せない病気は医者でも治せない。もう一度言いますね。食事でで治治せせなないい病気は医者でも治せないだから今の現代人の皆さんが間違ってるのは、病気になったら薬で治す。 手術でで治すす違うんですよもう古代ギリシャの時から医学の父のヒポさんが言ってるわけですよヒポさんが食事で治せないものは医者でも治せないだから皆さんもメタボだなんだ持病だって言ってるのは全部食事が原因じゃないかなとこのヒポクラテスファンの私は思うわけです。間違ってるかもしれませんね個人の意見では2番目。 この肉体面なんですけれども、まずスポーツジムに復帰して、私の大好きなズンバダンスエクササイズやってます。これを週に3回、まあ、3時間で。これ以外に、毎日、朝起きたらヨガのストレッチ運動を15分やっています。でさらにこの体幹 体ののの中心のコアマッスルをを鍛えるたための筋トレを自分でで開発したんですね私の場合は面倒くさがりやなんかこのいちいちこの腕立て伏せとかああいう群みたいなブートキャンプみたいなああいうの嫌いなんですね。もう本当に簡単でだけどすごく的を得ていてできるっていうのが自分なりに頭を使って考えた体操があるんですよ。でそれを最初は 毎朝100回から始めたんですね。1ヶ月目百100回。最初大変でしたよ。100回も行かなくても、20回で、ハぁハぁ、息が切れたり。ところが、人間の体っていうのは、継続は力なり。毎日毎日やっていると、なんと、今週から400回やっていますよ。400回。もう、全然平気ですね。で、この体幹筋トレをやっているおかげで、ズンバエクササイズも、以前、コロナが始まる前、 ずっっとジムにやってたんですあの時は滝のような汗を流してたんですね。ズンバエクササイズで。ところがこのコアマッスルを鍛える筋トレをやってると実はコロナ後スポーツジムに復帰して汗をかかない。このあのように滝のように流れてたあの汗は何だったんだっていうぐらい汗が出ない。逆にハミング。 鼻歌混じりに余裕でずんばエクササイズをやっているとだからやっぱり皆さん体幹この体の中心のコアマッスルって大事なんだなとつくづく思いますあとこの重曹シャンプーもう高級シャンプーさよならあんなに安い重曹でこれちょうど11月で丸2年になるんですけれども髪の毛がふさふさそれから先週血液検査をやってきましたちょうど6ヶ月経ったのでやってきたんですけれども ほぼ完璧ですほ、まあ、ほとんどがもうほぼ完璧で夫の場合はこの A1C、まあ、血糖値ですよねこれが6.0以上になるとちょっと糖尿病の疑いがあって、まあ、処方薬飲みませんかみたいになるらしいんですけれど半年前夫がこれが6.8だったんですね。で私は先生に「いや薬はダメです。食事で治します。 あの執行猶予くださいっていう感じで時間的な余裕をくださいということでまず6ヶ月あの私が運動と食事を指導するから待ってくれって言ってやったらからに改善しましまたそれで先生もじゃあ,あのこのまま運動と食事療法を続けてくださいまた半年後に血液検査をしましょう。ね、実はね 夫の場合は私よりも炭水化物大好き人間なんですね。それでまあ私もそのちょっと毎日お茶の時間に調子に乗ってビスケットとかつまんでましたって言ったんですけど夫も結構それやってておプラス夫は果物も好きなのでやっぱり小麦とかご飯類の炭水化物と果物の果糖を彼は取っているからこれがね血糖値が6.1から 改善しなかったんですけどこれからは心を鬼にしてビシバシ来たいよと思います。はい、で次のこの3番目が精神面とあと頭脳面もなんですけれどもやっぱり6ヶ月で父の死の悲しみそれから怒りっていうものが克服できたのはすごいなと我ながら思っています。まあ、20年前に母が死んだ時は本当にこの後悔 悲しみ。まあ、そういったもので、数年かかったんですねで。その結果、プチ打つにもなって、太りました。デブデブになって。そうすると、私自身は、太った自分が嫌いなので、自分が太ると、ますます、この負のスパイラル、マイナスのスパイラルっていうか、太った自分が嫌い、また落ち込む、また、またなんか、 おししゃれをしない。また変なものを食べる。変なものっていうのはそのパンとか何な,なんですけどまた太るっていう,もうこのスパイラルだったんですけれどもそれが数年かかっただけど父の場合は見事6ヶ月でもう亡くなりました。それからまあ時々もちろん発作的にこの悲しみとかが来ますけれどもすぐにそれを自分でポジティブな気持ちにシフトができるんですね。 キャンセルキャンセルと言ったりしてパッと気持ちを切り替えることができるまあ人間的にも成長したっていうことだと思うんですね。自分のメンタルをコントロールするっていうのは子供はできない。大人になっても 人間的に子供な人あの発達障害とかこの未熟な人はこれができないんですねですけどやっぱり大人になる人間になるっていうことは自分の気分をコントロールするっていうことそれからこのまあ食事療法とこのマインドセットポジティブな気持ちで穏やかな気持ちでいると頭がさえてくるんですね、まあ、最近は本当にこんなこと言うと傲慢ちょっと図に載ってるかななんですけれども 時々先生を抜くぐらいいいいの実力がついてるんですねいやーすねやごいだからやっぱり思ったんですがこれは私自身有名なトーマス・エジソンに勇気づけられましたトーマス・エジソンが「私は1万回の失敗ではない。 1> 1万通りこうやったらうまくいかないっていう方法を見つけたんだっていうトーマス・エジソンの名言があるんですけれどもあの言葉に勇気づけられたんですね私自身あの、まあ、5年ぐらい前からこの20代の夢にチャレンジ始めたんですがやっぱりへこたれるんですよ。何やっても失敗ああやったら失敗こうやったら失敗なかなかうまくいかない頭で分かっている先生からも学んで分かっているけど身につきていない。 ついこの煩悩が出てきたりしてしまうんですけれどその時にああダメだやっぱりこれって諦めた方がいいのかなって何度も思ったんですがこのトーマス・エジソンさんこれは確かあの電球を開発する時にこのフィラメントの材質を彼は探していてまあ1万種類のいろんなものを使って結局なんか日本製の竹の すすだけのなんとかがフィラメントにいいってこう分かったらしいかちょっと記憶が定かじゃないですけどですから彼は1万種類のいろんな材質を使って、まあ、マテリアルサイエンスですよねでフィラメントに行き着いただからその時にやっぱりこの言葉に勇気づけられたんですねあ確かに普通の人は1種類の失敗方法を1万回やるから 負けけ癖がついてダメなんだけど私の場合は、エジソンさんと同じで、1万種類の方法をやって、ああでもない、こうでもないってやって、でまあ、途中でちょっと心がくじけたりやってたんだけれども、自分としては1万種類のシナリオでやっている、ああだから大丈夫っていうことにも気がついたんですね。まあ、こんな感じで皆さん、ぜひぜひ。 決して諦めないいでください私たちは人生100年時代、実はね、100年じゃないんですね。私が聞いたスタンフォード大学の話では、私たちの肉体ががん、または循環器系の病気にならなければ、例えば心臓病とか、なんか脳の中で脳血栓ができるとか、脳梗塞とか、がんね。その3つにならなければ、私たちの肉体っていうのは、もともと120年間、 長持ちするようにできてるんですって120年間ですよですから今皆さんが50代60代これからや今これでやっと人生半分ターニングポイントですよねだからこれから先をどうするかっていうことを考えたら冒頭にも言いましたけれどもやっぱり今の本業だけでなく副業のために起業をするそして私のような投資特に副収入 不労収入っていうのは投資家ビジネスオーナーになるしかないんですよね。本業は自分で体を使って肉体労働なり労働収入を取るんですが、そうじ、これはやっぱりもう60歳、65歳、まあ70歳で体にガタが来て若い時みたいに動けないんですね。ですから後半は皆さん頭を使って お金を儲ける、またはそれまでにもうちゃんと種まきをやっておいて、後半はこのフロー収入、株の配当だったり、家賃収入だったり、まあ金利からの何かそういうもので老後が食べていけるようにやりましょう。はい、どうもありがとうございました。今日はここまでです。では皆さん、また次回お目にかかります。ごきげんよう、さよなら。